大抵のことは時間が解決してくれる。長い冷却期間を置けば自分に降りかかった不利益も忘れてしまう。それが人間というものだ。そんな人間の自己防衛本能をトークの中でセキララにあ、せいせいトークの中でボスが噛んだのです。トークの中でセキララに、デルタ嘘はダメだ、僕は噛んでいない。トークの中でセキララに暴いていく術を持つ者、そう我が名はシャドウ、伝説のラジオパートン。また噛んだのです。デルタ嘘はいけない、伝説のラジオのパーソナリティだ。ラジオでも影の実力者になりたくてセカンドシーザン。サンタは何でもは聞かないよ。ボスの夢を裏切ったの。だから一緒に狩りに行こう。あとボスは噛んだ。さっきデルタも噛んだよね。話がまとまらないね。でも大丈夫、なんとかしてみせる。なぜなら僕は、あ、違う、私はだ。私はトークを司るラジオのパーソナリティだから。もうダメだ。この番組はシャドウガーデンの提供でお送りします。ラジオでも影の実力者になりたくてセカンドシーズン。ふい、皆さんこんにちは。テレビアニメ影の実力者になりたくて主人公シド影のシャドウ役の山下誠一郎です。今回はですね、みんな待ってたあの子がゲスト、この方です。皆さんこんにちは、七影の第4席デルタ役のファイユーズアイナノです。かわいい、ようこそ。はい、ということでデルタ役ファイルズアイ様に来ていただきました、ね、いや初めてね呼んでもらえて嬉しいんですけれども、いやむしろね来てもらえて感謝です。まあ噛むわね。ねえ緊張してるんだよ。なんでだろうね、共演もさ、うん、多いのにさ、そう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 、ねえ長いことね、なんでこんなになっちゃうんですかね。緊張してます、ね、私。いやでもすごい良かった、はい、なんかこう本編では見られない、うん、はい、シャドウのねちょっとポンコツみたいなところが見えた気がして。そうだね、なんか後ほども話すけどね、この2人の掛け合いとかやり取りって、うん、今回の2期のちょっと肝というか軸というか見どころでもあったから、そうその話も聞きつつなんですけど、はい、ファイちゃんにがっつりまた影実について語ってもらうのって、実はまあ放送、この2期の放送直前、9月29日かな、生配信、そうそうそう、あの獣耳をつける獣耳屈辱的な、まあ似合っててね、可愛かったんですけれども、うさ耳も似合ってたよ。そう、なんで俺が一番可愛いんだっつってね言ってましたけど、あのね、そうゼータとデルタで、うん、そう獣耳コンビっていう風にやって、そうそうそう、あとねバーガーの紹介したりとかして、美味しかった。今やそれがね皆様の元にも届いてというか食べてもらってご報告いただいて、ね、そうそう、あっという間にもうね、折り返しというか影実2期も偽札編がねそうそう、ちょっと長めというか、そうそうそう、がっつり描かれていたので、そこで偽札編第4話から、うん、がっつりデルタが、みんなのデルタが、そうなのです、登場しましたのです。はい、そのもう、ね、本当にガチで、うん、この4話1個その偽札編であのデルタのファンめっちゃ増えたと思う。いや嬉しいし、しかもね、うん、私も結構自分の元にそういう反響が届くようになってきて、やっぱりその1期ってこう、まあ、出るエピソードで出ないエピソードいろいろあった中で、ね、偏りが、うんうん、そうそうそう、あったんだけど、結構がっつりシャドウとの会話シーンだったり、うん、そのキャラクターらしさが見えるところがいっぱい描かれていたのが、うん、今回やったからめちゃめちゃ嬉しい、うん、嬉しかったね。そうだよね、その反響、うん、このラジオにもたくさん届いておりまして、イエイ、複数ちょっと紹介させていただきます。まずはしラジオネーム影に潜む漆黒のフルーツさんからいただきました。あ、いいね、香ばしいね。香ばしい、ありがとうございます、山下さん、ファイルザイさん、こんにちは。こんにちは。私は高校生で、お、勉強の息抜きにいつも影実のラジオを聞かせていただいております。ありがとう。今回は最推しであるデルタ役のファイルズアイさんがお越しになるということで、それ他の女にも言ってんじゃないの。初めてお便りを送らせていただきます。うー、かわいい。前日放送された第6話ではデルタとジョン・スミスのかわいいやり取りが見られ非常に興奮しました。うーい、デルタは明るく元気な性格の子ですが、ファイルズアイさんは演じている上で気をつけていること、意識されていることはありますか。また山下さんもシャドウとシドを演じ分ける際に意識されていることはありますか、ということで影に潜む漆黒のフルーツさんからお便りいただきまして、ありがとう。もう一つ同じように、紹介させていただきますね、はい、ラジオネームサンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。6話見ました。デルタを圧倒するジョン・スミスはさすがでしたが、匂いで正体がバレてしまいましたね、うん、シャドウ様とデルタのやり取りは一生見てられますてへ、アフレコは掛け合いで収録されたのでしょうか、ということで、こちら、はい、まあ、デルタ最高っすわっていうお便り2つ紹介させていただきまして、はい、まあ、はい、実際その一期の時だと結構、うん、一期の中頃かな、あの聖地の時か、あの、うんうん、
すごい戦ってた時、はい、また一気の時もね叫んでたネルソンかと戦ってる時以来かなっていうところと、まあ、確かに確かに、あとはその間も今もですけど影ます、ゲームの方では本編以上に七影は超喋ってるね、うん、いろんなそのありがたいことに期間限定イベントとかもたくさん増えて、そうなんかね、お正月衣装デルタ着たりとか、いろんなハロウィンこの前やってたね、超可愛かったよ。そう、その後もね、うん、そういうなんかこうちょっといつもと違う平和な日常の方っていうのはあるんですけど、うんうんうん、今回に関しては結構その2人の掛け合いあり、ね、戦闘ありで、うん、改めて今、まあ、2期も踏まえてデルタ演じてどうだなとか、うん、気づいたこととか、うんうん、第一印象から変わったこととかありまするか？あーなんかね、第一印象はもうやっぱ最初から最後まで変わってなくて、やっぱりそれ変わらないところがデルタの魅力かなって、うんうん、そう飾らないし裏を持てないし、うんうんうん、だからそのなんか変にニュアンス込めないで、はいはい、もう思ったらその子はもう何か考えたりおもんぱかったりすることなく言っちゃう子だから、うんうん、はっきり言うし、でもその彼女は本当に純粋な子だから嫌味のこととか考えてないから、うんうんうん、それがみんなに愛されるポイントになるんだろうなと思ったから、私ももう何にも考えずに、うん、とりあえず思ったまま言ったりとか、うん、それこそシドとの掛け合いの時って、はいはい、シドってなんか普段はもうなんか闇のどうのこうのだみたいな格好つけて喋るけど、デルタの前でだけ本心っていうか、うん、素で構造を喋ってくれるから、うん、だからそれを引き出すにはやっぱりデルタがいい意味で舐められてるわけじゃないかなっていうのかな、うんうん、子供だと思われてなきゃいけないから、うん、それを引き出しやすいようにめちゃくちゃバカっぽくやった。なるほど、うん、そう、確かにバカっぽくっていうとね、こっちが言うにはちょっとデリケートな言葉なんだけど、うん、確かに幼くは感じるのね。そうなんか言葉の投げ方とか、そう、なんか何々したみたいな感じで語気強く言って子供っぽさ出したり、やだみたいな、そうとか、そのでなってくるとこちらも受け方がなんか親じゃないけど、うんうん、ダメだよそれはね、うん、みたいになるから、そうそのやり取りはすごく印象的で、僕もデルタと相対するときはどこにもないシドがいる気がする、うん、あーそうそう、なんかね、そう初めて見る感じのシドだから、そうもあったし、うんうんうん、そんなね掛け合いもね、2期になって収録で初めて一緒になって、うん、第4話かな、屋台のラーメンでご飯食べてたら、はいはい、おかわりって言ってチャーシューを求めるデルタがいるのよ、はいはいはい、ほぼ着てないデルタがいましたね。いました。で肩車、強制肩車で、ね、うん、ちょっといろいろお尻とかなんかすごいね、こだわりポイントがすごいところだったんですけど、うん、掛け合いの時結構覚えてて、うんうんうん、2人とも自由すぎて、まあこぼれる、セリフがどんどん次のシーンの絵にこぼれていってしまうことを、そうよくこぼれるとか押しちゃうとか言うんですけど、そうまあ押して、そうで一人ずつやるみたいなかぶっちゃうから尺、その時間内にセリフが収まるかってなったんだけど、うん、本番ぴったり我ら見事に持ち直して、そう何このコンビネーションみたいな笑っちゃったなっていう、そうなんかさ、二人がこうセリフを言う水面下でさ、押すなよ絶対押すなよみたいな、そうって思いながらだけどそこはなんかね、こう、うん、なんで絆パワーじゃないけど、そうなんかすごい、いろんな作品をさ一緒に乗り越えてきたからこそ生まれたコンビネーションだし、うん、だしまあ元々何、うん、信頼というかさ、うん、もう完璧スーパーファイル剤って思ってたから、もっと言って、いや絶対なんとか、様が足りないんじゃない、様はそうお前様はなんとか、そうなんだかんだ言って、うん、この感覚で、いやでも本番やれる、この本番のヒリヒリした空気感、うんうんうん、乗り越えてきたはずや、なんなら俺以上にたくさんのいろんな、いやいやいや、ね、修羅場というかさ、ヒリヒリする体験をたくさんしてるやろうから大丈夫だと思って、太宰様よ、なんだかんだ答えがね、トータル楽しかったっていう方に行くから、本当にそう、あれはね満足というか、他のどこにもない2人しかない掛け合いだったから、うん、そう、あとねやっぱね、シャドウはねすごいこう、うん、こぼれ、私がこぼれやすいんだよ、こうやっぱ伸ばしたりとか溜めていったりとか、ね、そういうセリフが多いから、うん、こぼれやすいのにこう全部それをなんかちゃんと踏まえてというか、多分テストでやった私の感じを覚えててくれて、うんうん、多分無意識だと思うんだけど尺調をね、うんうん、シャドウのセリフの中でしてくれてるのね、うん、そうなんか淡々と喋るから、うん、ある意味ではこうすごいこう難しいし、感情の入れどころも考えなきゃいけないのに、うん、それプラス、うん、尺調も考えてっていうのをやってくれてるから、すごいな、やっぱもう場数が違うんだろうなって思ったよ。急に褒めるじゃん褒めるよそりゃやめてくれよ。そういやでもそう、逆に言うとシドがそれぐらい自由というか、うんうんうん、いい意味でキャラが合ってないような、何してもこいつしょうがないからって思われてるキャラだからそれはあるのかもしれないね。なるほどね。やっぱでも
なんか難しい、こういう作品ってさ、影マスはそうなんだけど、その指導を自分として投影して楽しむ時もあると思うから、デルタ推しの人とかは確かに、そう考えると絶対デルタの言葉やあの空気が立った方が絶対見てて気持ちいいと思うのね、っていうのもあって、ちょっとレシーブじゃないけどさ、あーさすが見る人のことまで考えた、ね、気はする。それは一期の時からね結構思ってたこと、なんか顔出しすぎると嫌われたらおしまいだと思ってたの、あーそこういう作品ね、主人公が、でシドって結構その特に言葉の中でも結構好き放題言ってるから、みんななんかみんなすごいね、うん、みたいな、だけどそれが嫌悪感にならないようにっていうバランスをすごく考えていて、すごいね、そうそう、なんか憎めない、うん、こいつバカだな本当シドはさ、っていう愛され方になってよかったなって思って、それはめっちゃ感じた。やっぱそのデルタの掛け合いのところが特にちょっとバカっぽいというか、お前何言ってんだって思ったけど、そう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 、けどなんかそのデルタの立場からするとなんか納得させられちゃう説得力があって、やっぱいろんな人の見方に合わせた演技をちゃんと変えてるから、あなたはすごいです本当に。あ、慣れてないんですわ慣れてないんで、でじゃあちょっと、あのお返しにファイちゃんを褒めようと思うよ。え、なになになに、これね俺ずっと実は温めてたというか、いつも日々影実一期の時から、放送翌日に監督がよもやま話って言って、あのそのエピソードの裏側だったり、あのこのキャラのキャスティングの際のお話とかを、書いてくだ直筆で書いてくださって、公式の SNS、X さんが上げてくれるんだけど、一期の時の、20話に、僕ら2人のことをピックアップしてくれて、なんだなんだ、ワイワイとして、まず、いやいやいや、そうなんか、そう絵もねちょっとこう見ず、ちっちゃくて見づらいんだけど、こうやってさ、絵を描いてくれてたの、うわお、かわいい、すごい、え、これさ、描き下ろし監督が描いてる、だからフラグなんだよねこれ、肩車してさ、あ、そっか、一期の時だもんねこれ、一期の最終話、今見るとさ、あれこれ伏線じゃんみたいになってて、ね、そうだよね、読みます。はい、デルタはファイルーズアイさん、原作を読み返してる時、監督原作大ファンだったのそもそも、たまたま見ていたテレビからデルタの声が聞こえてきたので、デルタはデルタに決まりました、確かアンベルタかなはい、あのあれですね、そうアンベルのやつですね、同じ角川さんだからセーフだよ。あ、いいの、そう、ダンベル、はい、はい、他の方に頼む気が起きないくらい間違いなくこの人しかいないだろうという人選なのですが、誤算があるとすれば、はい、その後役者さんがすごいスピードで人気女優へと駆け上がっていったことでしょうか嬉しい、オファー通ってよかったっすね特にアニメの範囲では吠えてばっかりでほぼセリフなかったですし、続きさえあればって一期の最後におっしゃってました。もうさ、作ることを考えられたイラストだし、そう、私ね一回だけね、その、 あの本編で、一期の時ね、本編でねこれしかセリフなかったの、あーだけ、本物ですよ、はい、そうね、そこからね基本ネルソンの時は戦って下げてうーとかばっかりだったから、まあその分影マスがリリースされた時はね、もう本当にもうデルタのいろんな面が知れたっていうのもあったんですけど、幼少期とかもねとかあったんだけど、やはりこう監督の中ではもう思ってたみたいですよ、嬉しい、そう書かれてました、いや嬉しい、なんかね実はね、その私アルファをオーディションで受けてたのね、なんと、そうアルファだ、なんかねそのオーディション対象キャラクターってまあいろいろあるじゃん、そうだね、確かデルタは入ってなかったのね、多分だから一応なんかアルファも聞いてみたいみたいな感じできっとお声掛けいただいてて、うんうん、でアルファもご縁なかったんだけども、その後すぐに、もうやっぱデルタでみたいにいただいて、早かったんだ、そうそうそう、もしかしてその間にダンベルが流れてるかもしれない ね、ファイルズアイしかいないんじゃないかいっつってかもしれない、わかんないけど、流れたのかな、すごいね、なんか嬉しくて、で私もそのアルファ受けるにあたって、その影の実力者になりたくてっていう作品を調べてた時に、こうキャラクター一覧とか見るじゃない、はい、はい、え、私でもこっちの子の方が自分に合う気がするって思ってたのがデルタだった、そうだからすごい嬉しかった、ええやん、なんてええ話やっていうね、だから嬉しいわ、そうこれ温めててよかった、ありがとう教えてくれて、そうこれはねぜひとも言いたかったし、やったねっていう感じなんですよね、はい、なのでまあそんな感じでデルタについてのお話もたくさんいただきましたし、まあ2期これから新しく次の話に進みつつ、影マスではね引き続き皆さんの日常も見れますし、これからもどんどん多分イベントとか出てくると思うので、デルタの魅力活躍に注目していただければと思いますよ、お願いします、はい、ありがとうございました、ということで、いよいよですね明日から偽札編が終わって次の展開に
行くんですけれども、第8話となりまして、はい、8話なんですけど、はい、あらすじ紹介しますね。お願いします、はい、ヒョロとジャガから三つ星温泉ランドに誘われたニュー、yes. ニュー、シャドウの作戦だと察知した七影は任務という名のグループデートに意気込む、はい、メンバーに選ばれたのはてんてんてん、 yes. ということで、はい、ちょっとこう親っていう感じなんですけど、まあ深くは語ります前みたいな8話でして、どうだろう、こう見どころというか、いや、あの簡潔にまだね、いや言いたいこといっぱいあるんだけど口止めされてんの。あ、大いなる力にね、そう大いなる力に、あの影の H でね、口塞がれてんの。だからちょっとだけ言うね、yes. というとまあ七影のね、みんなのね、大、うん、あのそのセクシーなところがいっぱい見れるかも。セクシー、やっぱりね、温泉じゃない、yeah. でそして選ばれたメンバー、選ばれたメンバーによる選ばれし、選ばれしセクシー、セクシーな姿、そしてですね、はい、こちらなんと、yes. 原作の相沢先生による完全書き下ろしのアニメオリジナルストーリーです。うーん、クレイジー、ありがとうございます、ありがとうございます。すげえ、超すごくない、うん、アニメの8話でね、そういうの来るんですよ。みんながアニメ、うん、好きなアニメに口酸っぱく言う何々回サービス回が、そう、原作の先生、神によって、そう、創造主によって実現しちまった、そう、世界を生み出されたもうた、そう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 、なるほど、素晴らしい。で、この回は結構なんかコロナも落ち着いてきた段階だったから、はいはい、七影、まあ、全員ではないけど、うん、ほぼほぼこう揃ってアフレコできて、激レアじゃないの、そう、なかなかね揃うことなかったから、そうだ、ね、めっちゃなんか楽しかった。そっか、そう、みんなでキャッ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 、ウフフフフしながら、うんうんうん、いい、楽しいですね。そう、ヒョロとジャガもいたかな、ずるくねみたいな、まあ、シドはねどうなるのかっていうところなんですけれども、ね、まあ、結構今まで、ちょっとこうさっきその雪目とか、月丹とかちょっとね、悲しい切ない話でもあったから、 そうね、それをちょっとこううまくね、次に行くために、はい、最高のクッションというか、いや、すごく良かったです、ね、新しい、はい、テイストのお話が見れるということで、七影推し、はいはい、ね、絶対見てね、見てね、デルタ推し、デルタ推しも見てね、見てね、ということで、いよいよ明日から始まります8話お楽しみに、はい、かいちゃんも解説ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ふつおたのコーナーでした。ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン、ボスの匂いした、この耳に響く感じ最高ですね。このコーナーでは、あ、そうだ、新コーナーというか、ファイ、もうファイ様のためのコーナーといっても、あ、何、過言ではね、苦しない、はい、このコーナーではファイ様に3つの音声を聞いていただきます。そしてその中からどれが私山下の声かを当てていただく。え、余裕じゃん。お、うん、全然余裕じゃん、そんな。そう、コーナー的には鋭すぎるデルタの野生の勘で、ジョン・スミスとシャドウが同一人物だと気づいたデルタのごとく、この聞く力で見事正解していただきたいという趣旨なんですけど、うんうん、もう余裕じゃん。え、でもいただきましたよ。それさ、はい、私が正解したらさ、聖一郎が何でも言うこと聞いてくれるってこと？できる範囲で、お金のかからない範囲でなら。うん、そう、何でもって言ったよね。まあまあ光栄ですよ。お、ファイル財様に、うん、なんか恥ずかしめはやめてね。尊厳は破壊しない程度のものにして、破壊しない程度、程度のものにね、穏便に行きましょうかね。はい、はい、ということで、なんかしますわ。はい、やったー。なんかするんですけれども、うん、まあ簡単でございません。音声はですね、うん、特殊な加工をスライムで施しているので、結構、うん、がかりづらいらしい。あ、お、加工されてんのか。あ、そうそう、そりゃそうでしょ。いや、逆にそれで外されたら1週間ぐらいへこむかな。なんですけれども、まあ加工よくある、その、うん、なんかそういうさ、モザイクというかさ、なんか違うんです、私は何を、なんで撮ったの？そう、それです。そう、そう、密着24時しちゃう系の、ああいう加工さ、あ、でもマジで聞いてないんで、うん、あ、そうか、どんな加工されてるかは分かんない。本人も分かんないんだ。そう、セリフは喋った。おー。なので、僕、今から 1,2,3 と聞いてもらうんですけど、うん、僕もどれがいわか分かんない。なるほど。なので、僕もちょっと緊張するんですけれども、まあ、お耳の準備大丈夫ですか？そう、うん、聖一郎マスターの私に任せなさい。サスファイ。ということで、うん、では、1番から順に聞いていただきましょう、うん、はい、まずは同じセリフです、はい、1番のセリフからお願いします。好きな赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。
って思ったより囲まれすごいあのなんかデスゲーム始めそうなボイスです。素晴らしいって言いながら手叩きそうな意味だった。そうそう待って、むず待って、じゃあ次お願いします。2番、はい、2番。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。加工のテイスト変えてるなこれ。うわこれ節でいくのか、節も似てるな、なんか、リズム感。ちょっと3番お願いします。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。ちょっとヒントでさ、今やってみてこのセリフ。俺？うん。そしたら節がつかめるかも。どうしようかな。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。月が赤い、暴走が始まる。あれ？もう時間がない。ちょっと。死にたくなければ逃げろ。うわあ。これもわかんない。ちょっと1、2、もう一回聞いていいですか？あ、それね。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。2、お願いします。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。あー、なんか俺も答える側になっちゃってるけど俺これか、自分これかなって思いましたね。おー俺のこれ、もう俺も答えよこれ見切ったのです。お、答えは、うん、2がボス。俺も自分が2だと思う。では2の加工を外したバージョン聞きましょう。2番の、加工前ボイスお願いします。月が赤い、もう時間がない、死にたくなければ逃げろ、暴走が始まる。罰ゲーム受けるんやで。あ、そっか。まあ、それはそれとして。嬉しい。すごくない？いや、すごい。決め手は？あなたがヒント出したからね。だって1、2聞いて、2流した後に、あ、俺分かったかもって言ったら3はないの確実じゃん。まあまあ。そう。で、1、2の中だと1つだけわざと声高くしてあるから、じゃあなんかこれちょっと、あれじゃん、ミスリードじゃねと思って。何そのメタ推理。やめてよ。あとね、2はね、あ、1はね、なんか、喋りのテンポがなんか明確に違った感じがして、ちょっと違った。そうだから2かなと思って。そうで3は あの立て方がちょっと違くて、そうあ、すごい新鮮、これは俺じゃないって思った。そう、うわ、やったー。他の外した音声もなんか外して聞いていいらしいので。そう、しかも誰なんだろう。そう、わしも。そう、じゃあ 3からいきましょうか。3の加工を外したバージョンお願いします。月が赤い、もう時間がない。死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。合成音声。AI 音声。AI にこんな惑わされてたの、すごいな AI。でもこれをうまく自然に加工できる技術すごいですね。うん、すごいね。やっぱ、はい、音程をこう下げるとやっぱそう聞こえるんだな。じゃあ1番お願いします。お願いします。月が赤い、もう時間がない。死にたくなければ逃げろ。これギブさん？暴走が始まる。ギブさんの声。はい、我らがスーパー構成作家。ギブさんの声だ。ギブさんの声でございます。惑わされたわ、はい。でもやっぱさすがさ、うん、同じ。そう。滑舌がいい、うん、やっぱプロの声優だから。さすが、そう。ね、たとえね女性の声であってもっていうところで。うん、いや本当だって1か2ですごい悩んだもん。俺も。最初1かなって思って、だけど、うん、自分の声自分の声がなんか死にたくなければ逃げるんされて、うん、なお、これもしかして俺かなみたいなのはあった。いやー、やったな。やっぱね、デルタと私は一心同体。嬉しいよ、ボスのことは分かるんだぜ。素直に嬉しいぜ。ね、何してもらおうかな。あ、まあそれはおいおいね、あの手のかからない範囲で考えていただく。そうだな、うさ耳の次は何耳なんでしょうかね。耳が増えちゃうねということで、素晴らしい、さすがデルタでございました。やったー。はい、この子はなしめたいと思いますよ、はい、それでは以上、ボスの匂いしたでした。ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン。
I need more スペシャルムーブ。ここでは皆さんの考えたスペシャルムーブ、すなわち必殺技をご紹介していきたいと思います。まあ、あの日常とか生きててこういう時こんな能力があったらいいな、あるあるある、なんか何とは言わんけどファイル財産にはすごく身近なコーナーかもしれない。そうだね、なんかこうね後ろからギョンじゃないけどね、はい、そうそういつだってできます、できます、はい、感じなんですけれども、それを募集、皆様に募集するコーナーでございまして、ファイちゃん的にはありますか、そういう例えばこういう時、なんか、ね、今までの例だとあの渡ると全部、私が歩くと全部が青信号になるみたいな、なるほどね、技とかそういう、あのね、まあ、必殺技って必ず殺す技だからそういう武装なのは置いといて、スキルでもいいさな。なんかね最近あの車の運転を始めたのね。あ、そうなの。そう、はいはい、でなんかそのコミュニケーションとかでパッシングライトこうパッパってやってさ、はいはいはい、あのまあ、先にどうぞとか、うん、あとハザードランプ一瞬ともしてありがとうっていう気持ちを表現したりとか、うんうんうん、でもこっちとらもう初心者運転だから、うん、もうハザードランプをこう手でやる余裕もないわけよ、うんうん、そうだからこうなんか LED みたいな感じで車の後ろにありがとうとかすんごいデカデカと私の気持ちが反映されるようにしてほしい、はいはいはい、そう心とあの車を連動させて文字がこうビャーンってこう出るようにしてほしい、うん、技名思いつく、なんかどうしようかな、フラッシュなんとかとかそういうのでもいいんだよ。でもなんかねこれ車だけじゃなくてね動物と会話できて意思疎通が円滑になるみたいな、なるほど、そうそうそう、そういうねやつがいいの、いいね、ペットと話したい、やっぱ実生活に、あーね、ね、ね、ねじちゃん、ねじたちとね、そうそうそう、いっぱい話したいっていう能力が欲しいな、かわいい能力でした、イエイ、はい、ということでありがとうございます、まあそんな感じで皆様からもね募集しましたので、紹介させていただきます、はい、ラジオネームみやさんからいただいた、必殺技でございます。オープンザトルネードドア。おお、なかなか香ばしいの来たじゃない、香ばしいですね、うん、突如現れたドアに入り、うん、一瞬逃げたかのように思わせて閉じた瞬間ドアが超高速で回転して敵を吹き飛ばす必殺技恥ずかしい出来事があって穴があったら入りたいと思って穴に入ったところで皆の記憶には残る、回転させて酔わせればその恥ずかしい記憶も吹き飛ばせるのではないかというところから思いついた必殺技です。なるほどね、はい、いただきました。転んでもただじゃ起きないと、起きないという、それはなかなかいいですね、かっこいいですね、かっこいいかも、うんうん、オープンザトルネードドアバーンって、俺もあるよ、噛んだらこれ使いたいもん、オープンザトルネードドアバーン、あ、いいじゃん、いいじゃん、言いたくなるね、言いたくなる、ね、これなんすよ、なるほど、それがいいっていう感じ、いいですね、やっぱ必殺技の醍醐味だよね、醍醐味だよね、うん、いいね、なんかそれもファイちゃんのも名前つけたいね、なんかね、どうしようかな、あのその意思疎通、トーキング、あ、いいね、トーキング、え、2回目トゥー、あ、トーキングトゥーザヘッド、あ、ぽい、なんとは言わんけどぽいトーキングトゥーザヘッドトゥーが入ってるから、トーキングトゥーザヘッド、トゥーザヘッド、トーキングフンフンじゃないから、はい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 そう、あなたの脳に直接語りかけていますって意味で、トーキングトゥーザヘッド、聞こえていますか、そうそうそう、あのそれそれ有名なね、それそれってそれだから、何々するのですみたいなやつだ、そう、サンズじゃないよ、あ、なるほどね、サンズじゃないよ、うん、はい、すいませんなるほどね、皆様の元にもいつか発言するかもしれない、はい、発言って言っちゃった、その必殺技必殺技ね出るかもしれません、はい、僕もちょっとトルネードドアしたいなと思いますね、うん、はい、なんですけれどもこんな感じで、いつもご紹介させていただいております、はい、これからも皆さんの自作の必殺技について熱いメッセージをお寄せください。以上、アイニードモアスペシャルムーブのコーナーでした。でした。ラジオネーム、スーさんからのダークネスクリシェ。やるな。だが、俺には届かない。かっこいい！ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン。影からの伝達事項。ここでは皆さんに知っていただきたい影実からのお知らせをお届けします。まずは放送情報、イエイ。影の実力者になりたくてセカンドシーズンは ATX 東京 MX BS 日テレ他にて毎週水曜日放送中でございます。またアベマ D アニメストアでは地上波先行最速配信中となります。ぜひご覧ください。続いてはパッケージ情報です。影の実力者になりたくてセカンドシーズンブルーレイ &DVD の発売が決定しています。全3巻での発売となります。ボリューム1は2024年1月
月24日水曜日発売です。今回もキャラクター原案東西さん書き下ろし三宝瀬ケース仕様、その他特典には特製ブックレットや絵コンテ&原画集、 SS キャラ確定ガチャチケットを含む影マスの特典シリアルコードなどが封入されています。そして発売に伴い早期予約キャンペーンをはじめとする様々な特典がつくキャンペーンが開催となりますので、特典の詳細は公式ホームページをチェックしてくださいね。そして来年5月26日日曜日、来年ですよ、来年の5月26日日曜日に影の実力者になりたくてのスペシャルイベントの開催が決定しました。イエーイ。出演者は山下誠一郎さん、瀬戸麻美さん、三森すず子さん、やっほー、ファイルーズ愛さん、わし金本久子さん、赤井彩香さん、そして奥斗のお二人です。わーお、豪華。主題歌を歌ってくださっている奥斗さんが来てくれます。本イベントの優先販売申し込み券が、その先ほど紹介してくれたブルーレイ &DVD ボリューム1に封入されますので、ぜひともお見逃しなく。お願いします。そして、原作&コミカライズ情報です、原作小説影の実力者になりたくては現在6巻まで刊行中です。また月刊コンプエースにて連載中の影実の漫画版は第12巻まで発売中。そしてスピンオフ漫画影の実力者になりたくてシャドウガイデンは第6巻まで好評発売中です。ぜひお手に取ってくださいね。はい、続いては主題歌情報。奥斗さんによるオープニング主題歌グレースケールドミネーター、そしてシャドウガーデンのナンバーズが歌うエンディング主題歌ポラリスインザナイトは各種音楽配信サイトにて好評配信中です。さらにですね、話題沸騰になりました第7話の挿入歌、特集エンドと言われておりました挿入歌なんですが、前島真由さんが歌う、Everything is Changing も早くも配信で聞くことができますので、こちらもぜひチェックしてください。続いてはコラボ情報です。現在全国の街遊びカフェにて影実コラボカフェが開催中、ジョン・スミスをイメージしたスーパーエリートエージェントカツサンドなど様々なコラボフードやドリンクをご用意しております。開催は今週末11月26日日曜日までとなりますので、どうぞお見逃しなく。はい、続いては、祭事情報でございます。あさっての11月23日より影の実力者になりたくてセカンドシーズンミュージアム in 秋葉原ゲーマーズ本店がスタートします。こちらでは新作グッズの販売や特別な景品をご用意した抽選会などを実施します。さらにですね、その11月23日かっこ木曜日の祝日でございまして、その日の、13時からは店頭にて配布会も実施するとのことで、その配布物なんですけれども、こちらは、第8話、明日以降の第8話の放送後に発表予定ですので、お楽しみにということで、ぜひ足を運んでみてください。楽しみですね。続いてグッズ情報です、はい、作中に登場する若者に大人気のブランド、コムサデ三つ星のロゴをシンプルにデザインしたジップパーカー、そしてラージトートが二次元コスパから登場です、詳しくは二次元コスパのホームページをご確認ください。はい、ありがとうございます。最後はですね、ゲーム情報です。アニメで大活躍したシャドウのもう一つの姿ジョン・スミスと赤き月を背にした新しいシャドウがピックアップガチャに登場しています。さらにですね、影マスの、生配信ということで、11月29日には5人の七影のキャスト、そしてスペシャルゲストによる1周年生放送を実施する予定でございます。ぜひご視聴ください。以上、影からの伝達事項でした。はい、お送りしてまいりましたラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズンもそろそろエンディングのお時間となってしまいました。イエーイ、話足りないべ、ね、はい、なんですけれども、これからも皆様のお便りのおかげでこの番組楽しくやらせていただいております。皆さんからのメールを募集中、I need more special move へはあなたのオリジナルの必殺技を、ダークネスクリシェは影の実力者としての上トークを、そしておまけコーナーの親愛なるシド君へは、あなたの栄えあるモブムーブをこちらはですね、温泉プレミアム会員様向けのおまけコーナーで紹介します、もちろん普通歌コーナーではアニメやラジオの感想、ゲストへの質問も、お待ちしております。すべてのメールの宛先は shadow-garden@onsen.ag でございます。ホームページのメールフォームからも送ることができますので、たくさんのメールお待ちしております。ということで、今回はファイルズ愛様にゲストでお越しいただきましたが、あの、言い忘れたことが、なんか好きなキャラクターがいるんだって。いるよ。誰だ。ゲッタンタン。ゲッタンタン。なんでゲッタンタン？私ほら、あの、敵しか好きになれないから。あの、ちょっとこうね、あの、ヴィランというか、そういうところに惹かれ。そう。もう子供の頃からそうなの。あ、そうなのね。主人公も敵が好きだから。シドじゃん、もうその思考。あ、そうか、そうか。ヒーローよりもその影に潜むやつの方が好きだ、子供の頃から。悪いやつが好きなの。悪いやつ。影じゃなくて悪いやつが好きなの。
そう違いました。でね、そう、うん、ゲタンタンは、あのすごいやっぱあのボコボコにされてる時がすごい可愛かったやばい、ね、あのジョン・スミスがそういえ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 たまらんねあれそこがいいあれすごい興奮したあれ興奮するのねなんかねまあみんな盛り上がってたシーンなんですけど、そうかそうか、歯がこう抜けたりとか、目バッて開いたりとか、ボコボコですよ。そうボコボコにされてるシーンとか、かわいそうなんですよ、ゲッさんは。そういうのが好きな、推しのそういうシーンが好きだからちょっと歪んでるのかもしれない。いやいやそんなことない、ありがとう、貴重な意見、そうね、貴重な意見ありがとう。いやそう、ゲッタンタンの話したかったなと思って、だから最後に聞いてくれて助かった、ね、ありがとう、ね、同じ毛も耳のあれもあるしね。そうだね、そうゲッタンタン獣人族同士かな。そう、嬉しいでございます。いやなるほどね、はい、すごい皆さんの推しキャラもね、どんどん聞いていきたいと思うんですけれども、ね、まあ、はい、ゲッタンタン幸せになってくれ、本当に。あのあれボコボコにしてたの結局シドだ、シャドウだから、まあそうだよね、シドだから、そうだよね、すまんかった、ありがとう。そう、ありがとう。いい、一ファンの意見、一ファンとしてはありがとう、ね、あのいいシーンを見せていただきました。そうそう、ね、ということで、ゲッタン、すいませんでしたということでありがとうございます。それでは今回のラジオでも影の実施ボスがまた噛んだのです。噛んでないよ。それでは今回のラジオでも影の実力者になりたくてはここまで。このラジオは火曜各週配信ですので、次回は12月5日配信となります、はい、そして次回第5回目のゲストは我らがベータ役水瀬いのりさんです。お楽しみに。 お楽しみに。はい、ということでね、七影、まあベータも大活躍ですから、いろいろお話聞けたらと思います。はい、はい、ということで、ここまでのお相手はシド影のシャドウ役の山下誠一郎と、七影の第4席デルタ役のファイルズアイでした。またね。嘘はいけない、嘘は世界を崩壊させる、故にできない約束はしない。まあ嘘と言いましてでもですね、このようにはあのついていい嘘とついてはいけない嘘というものもございます。しかしながら今日、ファイルズアイさんは僕にちゃんと嘘をつかず、本当の意味で多分褒めてくれたんだなと私は思っております。 それがすごく、あ、イスパーいただきましたね。トーキングインザヘッドして、そう、ひさささんもありがとうございます。そうですね、本当にあのいただない、あの、そう、褒められ慣れてないものですから、私あのなんですけれども、あ、お後がよろしいようで、すごく、素晴らしい回になったかなと。デルタ推しの皆様ね、あのまずは明日の8話聞いてもたくさん楽しんでいただければと思います。だが相手を信用させ、これからも我がために働いてもらうには、できる範囲で、かつあまり負担のない範囲で、かつお金もかからない範囲でなら、約束という契約も時には必要だ。褒美忘れてた。そのためにも僕はこれからもただラジオでも影の実力者を目指すんだけど。この番組はシャドーガーデンの提供でお送りしました。